あなたまさかあそこにカカシを置いてしまったのですか？なら、なんて恐ろしいこと。ぬひー、体が勝手に。お、あ、耕し出した。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで、周りの大ネズミたちにはもう話しかけたから、さあ、やっと本題の人間に、あ、おっさんかと思ったけど結構若そうやね。くっくっく、このような場所が残っているとは、私が破壊して差し上げましょう。あ、壊してんのこれ。マジで？ん？なんです、あなたたち。気安く声をかけないでいただきたい。なんですって？古い農園の跡地と作物の種を探してる？目の前にこの地こそ農園の跡地。私が今壊そうとしているところです。そして種は持っていますがあげません。物を破壊し、徳を積むことこそ、私たちが生きている意味。破壊神様、どうか見ていてください。そんなの得じゃないよ。ああ、それにしてもこの場所にカカシが立っていなくてよかった。カカシが土の近くに立っていたら、農民の子孫の私はどうなっていたでしょう。うん、あなた、横にある木の作業台でカカシを作って畑に置くのだけは、絶対に絶対にやめてくださいよ。立ててはいけませんよ。何それ、フリやん。完璧なるフリやん。ってことで、あ、何作れないんだけど、枯れ草がいる。枯れ草ってこの辺大丈夫やろ。あ、ありがとうね。ありがとうね、指導。はい、これで、カカシ。だから農民の子孫なのか。カカシがあったら手を出せなくなるっていうことかな。よし。押すな、押すなの原理でちょっと、あそこ開くんや。え、カカシどこ行った？え、カカシどこ行った？え、なんかあったあったあった。袋の中にあるのか。ということは、このカカシを、取り出す。一応キャベツの種と入れ替えて、どこ？この辺に置けばいいんかな。あれ？はい。これでこの場所は畑になりました。あなたまさかあそこにカカシを置いてしまったのですか？なら、なんて恐ろしいこと。ぬひー、体が勝手に。お、あ、耕し出した。実はしたかったんじゃないか。でも、綺麗な土が少なすぎるなぁ。ねえ、5箇所ぐらいしかなかった、今。はぁ、はぁ、やはり恐れてた通り、体が勝手に土を耕してしまいました。おぉ、破壊の神よ。私は物作りに手を染めました。私は罪人です。どうか罰してください。はぁ、これで畑の周りを木の柵で囲われでもしたら、畑の奥に刺さっているのが木の柵です。奥から木の柵を運んできて、そこの畑の柵の隙間を埋めるのだけは、絶対に絶対にやめてくださいね。隙間を埋めてはいけませんよ。なんだこいつ。埋めろと言っているんじゃないか。奥のってどれ？ねえ、どれ？どれなの？どれのことを言ってるの？ちょっとわからないんだけど。あ、これか。なるほど。よーし、埋めよう埋めよう。隙間を埋めよう。はい。お、なんか横棒は勝手に出来上がるんやね。あ、こういうことなのね。なるほど。隙間を。あ、空白で倒れそう。ちょっと待って。はい。キャベツ丸かじりさ、これで、あと何個ぐらい？よいしょ。はい。あと、ん？ 2 個ぐらいかな。よいしょ。はい。よっ。うん。あと1個、あと1個。これで、OK でしょう。なんか1個だけ余るんかな。別にどこも穴開いてないよね。よいしょ。はい、OK。お、新たなレシピをひらめいた。なになに？木のフェンス。綺麗にできた開閉式の柵。おー、いいね。お、木の柵作れるようになった。丸く加工した木の柵、並べると自動で連結する。それ便利。これで、超大きい農場。おー、いいね。うほー、あなた、柵で畑を囲んでしまったのですね。なら、なんてひどいことを。うひー、体が一人でに。お。何？さらに作業しだしたけど、そこも畑、あ、耕してないところか、それ。ぜ、はあ、
体が一人でに柵で囲われた範囲の土を耕してしまいました。うはー、あなた、ちゃっかり木の柵と木のフェイスを作れるようになってるじゃないですか。その二つで囲うことでどこまでが畑かはっきりします。これでいろいろな形の畑を作れるわけです。大破壊の神よ。またも私はものづくりに手を染めました。私は悪人です。どうかお裁きを。そしていっぱいハートもね、溢れてくるし。ん？畑を耕したいなら一緒に農園を作らないかですって？あなた何を言うのです。ハーゴン教団の熱烈な信徒であるこの私を捕まえて。本当に熱烈か？面白い。こいつ連れて帰ってビルダーにしてやろうぜ。家でも畑を作らせてやる。ついでに種を持ってるなら黙って出せ。少しでも長生きしたいならな。ひーって、ではこれをどうぞ。小麦？おお、やったー、ありがたい。よし、これで種やつも十分だな。こいつを連れて農園に帰ろうぜ。おお、私はヒースと申します。ついていきますから、命ばかりはお助けを。どんどん仲間が増えていく、嬉しい。まあ、しかもあっこにはね、一応ハーゴン教団の副総督がおるけんさ。じゃあ一旦寝てから行こうかな。日が暮れてきた。寝まーす。あとの二人は見てるだけ。でもこういうちょいちょいある場所を、ん？これは体力を回復しているのか。全然。何？あ！なんだお前。何やってくれてんだ。これあれなんかな。ちゃんと本当に日が暮れんかったら時間の経過がないってことなんか。寝ても。とりあえず帰りますかね。帰るのこれ正面、あ、そっか。一旦、どれやんけ？これか？これでさ、ほら、ちょっと待って。ほら、拠点にワープできるやん。やったー。ワープ機能忘れていた。ここにもワープできるんやね。あ、畑の拡張達成、やったね。ありがとう、みんな拡張してくれて。あ、小麦めっちゃ生えとる。うきゃー！なになになに、どうした？やりました、エナさん。ついに50マスの畑が完成しましたよ。このモンゾーラにはかつて5種類の作物が育っていたそうです。ふんふん。大樹が枯れる前に島では、たくさんの作物が育つ大きな畑で、収穫祭っていうのも開かれてそうですよ。って、うわ、見てください、大樹の様子が。お、さらに？緑が戻っていく。そして相変わらずしっかり、誰よりもしっかり拍手をしてくれる。お題を一つ達成して胎児がさらに成長したみたいです。やりましたね、アイナさん。クックック、これはさらに壊しがいが出てきたな。破壊の欲求を抑え込むのに苦労する。ひー、またなんかえぐいことおっしゃってますよ。この方本当に平気なんすか？そういや貴様、木を見て気が変わったって言ってやがったな。あれはどういう意味だ？黙れ。これ以上の無駄口は許さん。一刻も早く次のお題をこなすのだ。本当はこの地に緑を戻したいモンスターなんじゃないの、この子。ね、それを見守りたいみたいな。君はもう仲間に。うおー、ここが農園ですか。畑、建物、そしてこの木。なんとおぞましい。ものづくりなど、神をも恐れぬ行為に手を染めるとは、ビルダーめ、異端者め。めっちゃ殴ろうとしてくるやん。あなた様は、副総督様。ここです。ここに大罪人のビルダーが、こいつの企みを破壊してください。クックック、ちょうどいい。お前もここで畑を作るのだ。腰が砕け散るまで働くがよい。ん？ん？なぜです？なぜなのです、副総督様。いいでしょう。仲間になります。私は誇りある教団員。副総督様の命令には逆らえませんから。泣くな、泣くな。さあ、これでヒースが仲間に。仲間順調に増えていくね。やった。これ空っぽの島？空っぽ島？に連れていけるんかな？めっちゃ泣くやん。どんだけ嫌な。お、これでまた、ハートがたくさん。いいね、いいね。畑にもハートがいっぱい。集めて、集めて。あ、なるほど。あ、この、ハートの横にあるのが経験値みたいなことか。あれがいっぱいになった時に、また、あっちに移せばいいってことやね。なるほど。じゃあ、あとは小麦の収穫のみということか。よし、小麦の種をどんどん植えていくぜ。あ。
収穫できたけんいいけど、間違えた。今植えようとしたの私。よし、ほら植えてくからさ、どん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 みんな育ててって。よいしょよいしょよいしょ。これであと何個ぐらいなんやろ、小麦。よいしょ。はい、みんなどしどし育ててってね。ほっ、そしてシャキ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 。ふう、さあいい感じに収穫してく。みんな攻撃避けるのうまいね。はい、これでできました。よきよき。お、15個ゲットできたよ。結構ゲットできたね。なんかおかえりなさい、アイラさん。お野菜の種と新しい仲間を見つけてきてくれたんですね。あの方もこの島 の農民の子孫。ああは言っても健康に土の前に立てば体が勝手に土を耕しちゃうはずですよ。うん、確かにもうすでに水やりやってくれよったもんね。それはそうと、副総督さんの言う通りにしたら畑が広がり若木が育ちましたけど、お題が3つだけというのは簡単すぎではないでしょうか。なんだかそれだけじゃ足りない気が。まだまだ何があるか分かりません。これからの作物作りのためにも、かかしを立てて新しい畑を作りましょう。新しく覚えた木の柵と木のフェンスを使えば、変わった形の畑も作れるかもしれませんよ。ふんふんふん。なんだなんだ、なんか次々と近寄ってくるけど、またなんか健康な木の場所、あ、この辺か。じゃとりあえずここの上、このか、あ、でもなんか、この形に畑を作ればいいってことかな、この場所に。とりあえずそういう風にしようか。頑張ります。よいしょよいしょよいしょ。あ、寝床にもハートが。誰か寝て起きたのね。一個ずつか。そしてここからは上がれないっぽい。よし、じゃあここに私は畑をちょっと作っていこうかなと思います。え、でもかかし立てる場所がない。え、かかしを立てれるのはあれよね、健康な土のとこだけあったよね。違ったかな。とりあえず、とりあえずこれで置ける。あ、置けるは置けるんか。なるほどね。じゃあここを健康な土にして、なんか形がなくなってったんだけど。全然あの形が変わったんだけど、私この形に沿って柵を作ろうと思ったんだけどな。作ろうと思ったんだけどな。なんか変えられちったわ。まあ、とりあえず囲んでいこう。これを何個ぐらい、まあ、20個ぐらい作って、で1個柵を作って、2箇所ぐらい柵あった方がいいかな。まあいっか、これで。とりあえずこれで囲っていきます。これいっぱい、いっぱいいっぱいっていうのもな。とりあえずこれぐらいからでいいかな。よいしょ。何を育てよう、どうしよっか。お、拠点を狙うモンスターが。ちょちょ、あのあれだ、戦っておいてくれ。戦っておいてくれ。あ、上になった。違う違う、ちょっと待って、この石邪魔。よいしょ。でこっち側に、え、何？なんか破壊された、もしかして。よいしょ、おいしょ。ちょっと健康、間違えた。よいしょ。ちょっと健康の土、何？何か破壊されてる？やめてよ、キキ。怖い怖いって言っちゃってるけど、あ、ここじゃない、そこじゃないんだ。あ、空腹で倒れそう。ちょっと待ってね。食べよう食べよう。危ねえ。よし。お、拠点を狙うモンスターをやっつけた。やったね。ありがたや。あ、ちょっとそこ畑じゃないから。そこ畑じゃないから耕さないで。こっちこっち。中中。あ。
取り除いた。そう、中を耕していって、お、よいしょ。そしてあれ、あ、こっちか、よいしょ。あ、違う、そっちじゃない、よいしょ。これで OK かな。と、取ってしまった。そこは畑じゃないんだ、全く違う場所に置いてしまう。ちょ、見て、邪魔あの、みんな邪魔です。よいしょよいしょ。ほら、柵の外を耕さないでさ、柵の外を耕さないでください。あ、違う、よいしょ。このぐらいの範囲にしようかなと。あ、柵がなくなった。柵柵柵、まああと10個ぐらいでいけるやろ。やっぱ2箇所ぐらい柵、柵じゃない、木のフェンスいるかな。ね、こっち側からも入る。あ、でも私あれだな、別に別にあれだね、飛び込めるね正直全然飛び込めてしまうね。まあでもいっか、作っといて。おっ、え、何すごい、え、早くない、耕すの。めっちゃ早いやん、やば。あ、間違えたね、超早いんですけど。なんかかかしの位置が気に入らないな、もう。どうなんだ、まあいっか雑か。じゃあここに、あ、違うな、ここじゃないな、もう一個隣かな、こっち側、こっちを取って、で、で、ん、しまえた、いや、しまえてないぞ。これでちょっと待ってね、これをしまいたい場合はこれだね。で、袋の、あ、なるほど、その場でそういう感じか。ちょっと待って、袋はどこだ。袋の中のアイテムが取りたいあ、これかOKOK で、木のフェンスを取り出して、1個でいいけど、まあ2個ともで、これを、あ、なるほど、そういうことか。ってことは、ここ1個、しまって、2マス必要ないよね。は、これで OK? 小さい農場出来上がり。お、早速。何を育てようか、そこはね。まあ、また何かいいものが手に入ったらということで。ん?今のは一体。小麦の種が、なるほど、荒らされたということですね。また、ここにちゃんと、は、植えておかねば。ほい、ということで、じゃあ今回は、いや、ちょっと待てよ。みんなめっちゃ床で寝てる。ちょ、私も寝る。私も寝るから、起きろ。起きろ。そして私が寝るんだ。ああ!はい、ね。寝るんだってば、私が。ほらほら。よし。押しのける。押しのけていく。オッケー。これで押しのけたらどうなるの?あいつは床で寝たということになるの?ヒース。異常なーし。あ、これ全部育っとるよね、もう。イェーイ、やったー。実ったっすね。なんかこれさ、ゼルダみたいにさ、回転切りとかできないもんなの。もうちょっとなんかいい感じに。あ、これ、剣やったら壊れんのよね、カカシは。ほっ。よし、回収回収。これで何個や?あと4つや!やったー!早く育て!小麦結構育つの早いよね、なんか。
そしてやっほーいな。土が増えて畑も広がっていい感じじゃん。でも野菜を狙ってか最近やけに魔物が多いよね。衛兵の私としてはまず見過ごせないよ。だからね、アイナ、今よりももっと強い武器を作って私に装備させてくれない？強い武器は、そうだな、シドウ君と一緒に戦いの経験を積めばあんたも刺激を受けてひらめくかもよ。さあさあお願い、カナドクで石の剣を作って私に装備させて。あ、石の剣は私が今装備してるやつやね。じゃあもう一個作れるんじゃない？作れんかな。あ、作れない。ちょ待って、石材その辺で、ちょ確保してくるわ。これから石材はできないのか、どうな、できるんやないか。あ、ほらほら、しかもいっぱい取れた、やったやった、あれからいっぱい取れるやん。よきよき。これもなんかマジいい武器欲しい。ちょっと待ってね。はい、石の剣1個作って、はい、作ってきたよ。これを装備、ほらどうぞ。すごいじゃん。あ、ヒノキの棒を投げ捨てたね。キャハハ、石の剣を装備させてくれたんだ。マジやばい、ありがとう。あゆな、強い武器を作れるようになったら私やシドウ君みたいに戦える仲間にどんどん装備させてよね。強い装備も作らずに魔物強すぎやってられないとか文句言っちゃダメだからね。私ってばこんな武器なら破壊画像がはかどるって思っちゃったけど、私破壊神様を信じるのにやめたんだった。破壊神様か。そいつはどんなやつなんだ？名前はなんて言うんだ？そんなの知るわけないじゃん。破壊神様の名前を知ってるなんてハーゴン様くらいなんじゃない？マジに。あ、ってことはシドウって知ったらびっくりするんやない。やば、私ってばハーゴン様とか言っちゃった。もうアイナにビルド教の信者なのに。ほら、アイナ様って言え。そういえばハーゴンってどこで何してるのかな？いつか戦ったりなんかしちゃったりして。まあ、きっとあるだろうね。でもラスボスは、どうなんだろうか。どうなんだろうか、恐ろしいよ。あ、装備する？はい。はい、ヒース。ヒノキの棒やけど。それでよき？ヒースも戦ってくれるんやね。なるほど、なるほど。はい、ってことで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんなの？じゃあ戦わないのってチャコとポンペだけってこと？二人は戦ってくれないのか。